前節負けてしまって、まあ、連敗は絶対できない状況だったので、まあ、とにかく勝つことだけを意識してチーム全体でしっかり結果を出せたので良かったです。そうですね、で開幕当初は本当に非常に調子が良くて、そうですね、もう見てても負ける気はしなかったんですけど、やっぱり徐々に相手もうちの神戸対策っていうか、そういうものをちょっとずつ試合してきたから、やっぱりうまくいかないところもできてきたので、はい、まあ、まだこれから長いので、そういう対策というのは、他のチームもどんどんしてると思うので、まあ、そこを上回れるような内容だったり、練習だったりっていうのをしっかりしてきた。ちょっと長い間、怪我でちょっと出遅れてしまったんですけど、これからその分を取り戻せるようにしっかり